いやこのヒールの高い靴も懐かしいですね。今日はオープニングスレイドからスタート、恋の赤信号、のっけから赤信号がつきましたが、 Look what you done、 懐かしいところからスタートを切りました。後ろに流れてくるサウンドは一番新しいミュージカル映画、日本では12月の16日冬休み大公開ということで、これですね、オリビア・ニュートン・ジョンとジョン・トラボルタの、グリース、このサウンドを今日通して聞きながら、そしてご覧いただく方はですね、これまでもう5年以上のキャリアを持つようになりましたポップス・イン・ピクチャーにかつて登場した、そういうアーティストの古い目のリバイバルでもって、お楽しみいただきたいと思います。間にプレゼントコーナー挟みまして、今週267週目のポップス・イン・ピクチャーよろしく。さて、オープニングのこのスレードですけれども、この番組スタートしたのが1973年の10月のことでありまして、その時は近畿放送1局だけでスタートしましたけれども、今は全国各地でご覧いただけるネットワークも完備してまいりました。このスレードが登場したのはその73年から74年にかけて、前任者の福井ディレクターが非常に肩入れをしているチームということでございまして、しばしば登場したというか、他にやるフィルムがまだ当時なかったというそんな感じもありましてですね、何回も繰り返してこのスレードをやったものであります。もう一曲ビッグヒットの電撃のミラーマン登場、グッバイトゥージェーン、スレードです。いや大変な熱狂でありまして、後ろのサウンドは思い出のサマーナイツね。今あのグリースの中からセカンドシングルということでもって、やっぱりデュエットで今当たってる曲ですけども、その後今ジョン・トラボルタのサンデーの方にね、
新しい動きとしてはヒットチャート動いてるみたいですけれども、スレイド今ご覧いただいたようにああいう感じのコンサートというのは確かに今から5年ぐらい前ですか、イギリスを中心にすごい勢いがありましたね、本当にこうやって振り返ってみると5年の月日っていうのは早いもので、今は昔というそんな感じがしますけれども、たくさんたくさん聞けば聞くほどね、やっぱり共通して流れるロックスピリットみたいなものはどんなタイプのロックミュージックにもあるんだという、そんなところがじわ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 染み込んできて分かるような気がします。やっぱり僕は改めて痛感するけども、日本は戦後ロックンロールの歴史が始まった、もちろんアメリカでもイギリスでもそうなんだけれども、アメリカイギリスはそのいわゆるロックンロールが始まる以前のですね、なんかベースメントみたいなものがあってスタートを切ってますね。ブラックパワー、ブラックミュージックみたいなもの、それは日本なしで途中から参加したというそんな感じなので、ヒステリックに狭い範囲でもってこれしか聞かない、これしかダメだとかって言わないで、できるだけたくさん聞いていただきたいという、できるだけたくさん感じるハートをいつまでも持っていたいという、そういう気持ち、ポップスインピクチャー6年目に入ってますますする一方です。さてスレイドの華々しいところで幕を開けましたけども、今日続いてご覧いただきますのは懐かしいですね、グランドファンクレイルロード解散して、マーク・ファーナーはマーク・ファーナーバンドというのを作ったりしています。ビッグヒットいきましょう、グランドファンク We are an American Band。マーク・ファーナー自慢の髪をバッサリ切って、それでもってなんとかっていう感じがあったんですけども、今はマーク・ファーナーバンド作って No Frills というアルバムアトランティックから出していますけれども、日本では残念ながらディストリビュートの予定なしということだそうですね。
時代が去ったかなというそんな感じします。でも一番最初出てきた時に最初3人きりでもってね、すごいパワフルなサウンド出すんでみんながぶっ飛んだ、そんな記憶があります。さて、代わって今日前半の最後にご覧いただくのはスージー・クワトロ。こちら元気でありまして、もともとデビューしてきた時にはとっても可愛らしいアメリカ娘がイギリスで火がついたというそんな感じ。その後レン・タッキーと結婚してですね、幸せなニーズマンぶりでもございますが、再三日本を訪れて、ついこの間もねスージー・クワトロ日本でのコンサートを終えて帰ったばっかりというそんな感じです。そうですね、最近この数年間の間にいろんなことポップスに変わりましたけども、ゴールドディスクっていうのの考え方は変わりましたね。ゴールドディスクっていうと昔はアルバムで100万ドル、シングルで100万枚でしたね。100万ドルっていうと大体約15万枚ぐらいでしょうか。アルバム1枚8ドルぐらいとして考えてね。そしてプラチナというのはアルバムで200万、ドル売り上げたものだったのが昔でしたけども、最近あのフリートウッド・マックの噂とか、あるいはピーター・フランプトン・カムズ・アライブとか、サタデー・ナイト・フィーバーとかですね、もうどん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 売れるレコードができて、今プラチナアルバムっていうと100万枚以上、ゴールドアルバムは50万枚以上というふうに変わってきました。みんなエスカレートしてどんどんロックファンが世界中に増えているというそんな感じです。本当に大きくなりました。スージー・クワトロ前半の最後を飾って Too Big。You'll never lose.